で、まあ、そこで言うと、やっぱりその情報の非対称性をなくそうっていうコンセプトは、このニーテ定ツ資料とか、まあ、自由記述とか死亡流書に関してもすごい大事かなと思ってて、なんかあの、私も AO の塾の代表としていろんな書類読んでと思うんだけど、他人が読んでてわけがわかんない書類が多すぎる。うん,うん。そう、自分が書いてて自分は伝わると思って書いてるんですけど、でも伝わんないんですよ。っていう書類ってめちゃくちゃ多いよね。 うんうん、合格者の書類ですらあるんじゃないかなと俺思うセンスの問題なのかなって、まあ、センスの問題も多少はあると思うんですけどうん、うん、やっぱりそれはやっぱ第三者に見てもらって圧倒的な第三者というかその全く自分の研究テーマについて話を聞いたこともない第三者に一回見せて、うんうん、多分あの教授たちが見てもらうとはいえ、まあ、教授たちも多分眠い目をこすってこうやって見てるわけなんでまあ、ち落ちるわけですよねそのの際になった時にまあ自分のね。 同級生とか、に、うんね、とか、マ、まあ、でも親とか、もそういう世代幅広くまあ、見てもらって、全くわからないってなったら、うん、それはまあわからないですよね、教授もねうん、うんうん、それはそうだね。 でまあ情報の非対称性のところで、ちょっと今質問が来たんで、軽く答えますけど、SAC の受験で字の綺麗さを大きく影響します。まあこれ、AO の話だから、AO はもうパソコンで作れるから、の字の綺麗さってのはそんなに影響しないと思うんだけど、やっぱレイアウトが綺麗かとか、読みやすいかとか、そういうのはめちゃくちゃ合否に影響すると思います。あの、うちの生徒で、昔、すごいやっぱコンピューター得意な生徒がいてで、だけど、1回目受けた時に落ちたんです。なんでかっていうと、レイアウトがもう本当にクソっていうかなんか、コピペしましたみたいな感じだったら、それ落ちるよねみたいな感じがあって、で、ちゃんと綺麗にさしただけで、 内容変わらないけど受かった生徒いたんで、それはすごい変わると思います。一般入試でもそうだと思います。やっぱり字が綺麗とか、あの段落ちゃんとつけてるとか、あの伝えようって意思があることはすごい大事です。